私の家は騎士の家系。しかしそれも名ばかりで今ではすっかり没落している。私は嫡子として家を建て直したい。王都の門を叩き騎士団に入団して、そこで出会ったのがゴール騎士団長だ。あの人は騎士たる者に年も家も関係ないと言って私を見出してくれた。団長がいなかったら私は埋もれていたままだっただろう。父の心構えを解いてくれたのも、初陣でふぬける私たち新兵を魔物から救ってくれたのも、あの誇り高き騎士。私はゴール団長を尊敬し、あの人のような騎士になりたいと、そう思っている。俺も、お前たちと同じだ。俺も奴隷だったんだ。奴隷だったんだと思う。どっかに運ばれてて、そこにはたくさんの同胞がいて。そこで魔物に襲われた。その時の俺は今よりずっと小さくて、ちょうど物心っていうか自我が芽生えて、ハッとした時、びしょびしょになってた。あたり一面パルームの死体が転がってて、この体もボロボロで、なんていうか、目を覚ました瞬間地獄にいて、俺泣いたんだ。そしたらフィアナが助けてくれたんだ。ごめんね、ごめんね。私があなたを守るから。それからみんなが家族になってくれた。あんな始まりだったから思ったんだ。俺もフィアナみたいな騎士になって、他の誰かを助けたいって。フィアナには今も反対されてるけど、魔物を前にするとあの真っ赤な景色を思い出して体が震え上がっちまう。今日まで本当にろくに戦えなかったんだ。かわいそうにゃ。脱線したけど、つまりなんていうか、
俺もフィアナに助けられたからラザルたちとは似てるような気がする。一緒にするな、私の歩みもお前の今日までの道のりも己だけのものだ。安易に重ね合わせていいものではない。我々が抱く各々の騎士道とはそういうものだ。ラザル、とにかくラザルもディムも立派な騎士になればいいにゃ。そうすればフェリスもふかふかのベッドでゴロゴロできるにゃ。ラザルは椅子、ディムは召使いにしてコキ使ってあげる。だから闇が漏れてるぞ。青き騎士たちは肩を並べ月夜の下で語らう。これも物語の一幕としてはありきたりでかけがえのないもの。しかしディム殿がゴール騎士団と親睦を深めるのはやはりあなたにとっては不服ですか、フィアナ殿。私の汚れた胸の内という意味では、ディムのあのまっすぐな思いは生死に絶えません。そしてあのディムの美徳もゴールの配下相手では歓迎できない。因縁が終わりですか、かの騎士団長殿と。ええ、あります。とても面倒でなかったことにはできない因縁が。ゴール、ラザルからの定期報告だ。ああ、分かっている。夜が明け次第北方へ向かう。牙を休ませておけ。フィアナ。